栃木県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。廃止時の定数は5。現在は栃木4区、栃木5区に分かれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数64万3 9人。 投票率70.55%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数61万4727人投票率74.66%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数58万8999人投票率 74.51%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数57万6473人。投票率69.77%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数55万8002人。投票率74.65%第35回衆議院議員。 総選挙10月7日、執行当日有権者数、55万3378人、投票率 66.、66.38%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、53万6003人、投票率 76.、76.65%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、 50万1058人、投票率 77.、77.87%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、46万5715人、投票率 77.、77.22%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、42万5604人、投票率、 77.34%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数40万8184人、投票率。零七パ72.07%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数39万7745人、投票率。 78.66%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数39万3523人投票率8244%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数38万4861人投票率 77.97%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行当日有権者数38万4623人投票率79.62%第25回衆議院議員総選挙10月1日執行当日有権者数39万1333人投票率78.02%第24回衆議院議員 総選挙1月23日執行当日、有権者数376,036人、投票率72.87%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数377,918人、投票率69.82%。ありがとうございます。